アイスパックは固有値及び固有ベクトルを計算するためのフォートランで書かれた数値計算ライブラリーである。9種類の行列に対する計算を実装している。それぞれは複素数の一般行列、エルミート行列、実数の一般行列、実数の対象行列、実数の対象体行列、実数の対象三角行列、実数の三角行列、一般化実数行列、 一般化対象実数行列である。また特一分解を行うルーチンも含まれている。もともとは1972から1973年にリンパックやミンパックと同様に米国アルゴンの国立研究所で開発された。開発にあたっては移植性、実行の剣道性、信頼性に重点を置いて実装され、常にフリーソフトウェアであった。アイスパックは ジェームズ・ウェイッチ・ウィルキンソンがもともとアルゴルで開発したアルゴリズムを採用している。アイスパックの開発をアルゴンル国立研究所で主導したブライアン・スミスは当初、ウィルキンソンのアルゴルルーチンをフォートランに移植することから開発をスタートした。その後、大学の学部生でインターンとしてアルゴンルに来ていたジャック・ドンガラが開発に加わった。 彼は後にアイスパックやリンパックを置き換えることになる。ラパックを開発した。ありがとうございます。